皆さんおはようございます。今日は転入生を紹介します。鬼塚英吉と段間隆二です。極端の音楽ね。大阪のヤンキー10部でボコボコにしたんですよ。怖い、やばいよね。これやばい状況だね。ああ、これじゃあ前と何も変わらねえぞ。ここらでイメチェン死ねてやべえぞ。よろしくお願いします。おい、おーやっぱこうなるのか。めんどくせ。ああ。鬼塚さん、ダンマさん、鬼爆のお二人にお会いできて光栄です。厨房の時から憧れでした。つるましてください。あの、ほら、勉強の時間があるから教室戻ります。そうそう、あの、僕たちあのヤンキーから足を洗いましたので。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。あの有名な鬼塚英吉と段間隆二もすっかりしょぼくなっちゃってダセえよな。あのヤンキー女は3メートル以内に近づかないでくれ。伊藤、これは男の話だからあっち行ったら。うるせえよてめえ。突っ張るのに男も女も関係ねえだろうが。すいません、こいつ伊藤唯一って、まあ生意気だけどいいやつなんで。だよ、マジっすか。おいおい、すいませんでした。すいません。実はお二人に手土産がありまして。手土産？アリス女子学園を知ってますね。スーパーお嬢様高校の。はい、この通り。ホットドッグでも堂々の2。そのアリスの学園祭も知ってますね。あのお方アリスの生徒たちが唯一ハメを外すと言われてる伝説の。はい。いやでも招待状がないと入れないんじゃん。ストーンズの初来日コンサートのチケットよりも入手困難だったって噂のプラチナチケットだろ。嘘だろ。でも鬼爆の二人はもうヤンキーとはつるまないんですもんね。残念だな。いやいや、うん、そんなこと一言も言ってないじゃん。だって俺ら辻子でも仲間作ろうと思ってさ。うん、あの鬼爆組みたいなやつ。俺らふつつかなヤンキーですが、オリバクの元で精一杯頑張らせていただきます。うん、お願いします。なんかいい男いないかな。マリー子、ここ学校。ちょっとよろしいですか。はい、どうしました。我が校も非行少年が目立ってまいりました。非行は伝染します。先生方にはきちんと目を光らせておいていただきたい。わかりました、わかりました。来週からはね、新しい生活指導の先生がいらっしゃいます。それまでよろしくお願いします。かしこまりました、かしこまりました。まあそんなことねえよな龍二。ああ、いやマジでかっこいいっす。
いや俺ら不良の中で鬼爆といえばもう伝説ですから。そうっすよ、湘南最大のミッドナイトエンジェルをたった2人で潰したって話も感動しましたからね。英吉さん、一つお聞きしてもいいですか。なんだい、何でも言ってみなさい。あの噂って本当っすか。噂、今まで100人の女とやったっちゅう噂っすよ。はい、俺なんてまだたったの23人っすよ。バカ、俺なんかもっと少ねえよ。しかも初めてが中2つ遅さだし。中2? いや、そりゃマジで遅すぎだって。そう思いません？超遅いっすよね。うるせえ、お前。何やってたんだよ。やってたんで、一人で。おい、誠。はい。アリスの情報出せ。でも、学園祭週末っすよ。うるさい、この野郎！殺すぞ、お前！すいません、すいません。あ、どうぞ。東京の T 女学館、神戸の K 女学院と並び、日本の三本柱の一つに数えられる理系女子校、アリス女子学園。そんなアリスの学園祭のプラチナペーパーと名付けられた入場チケットは巨額の闇値で取引されるほどで、僕はそのチケットを10万円で購入して去年の学園祭に行きました。一緒に柔軟体操。そこで体験したことは衝撃的なものでした。なんとアリス女子学園の彼女ができたんです。まあヤラン島の彼女もいるので二股ですが、今回はその衝撃の体験を教えます。おい英吉、やっぱ F 君すげえ男だよ。やっぱりF 君は俺たちの神だ。ちくしょう、週末が待ちきれねえぜ。毎度。ああ、今も毎度。ありがとうございます。はい。あ、いつも、いいぞ。いや、聞いたかよ。えげつな辻子で派手にやらかしたらしいぞ。100人1分だろ。お前すげえよな。さすがだよな。やこら、今笑ったろ、てめえ。鬼爆ってのはどんな奴らなんだ。おい、気安くその名前出してんじゃねえぞ、こら。ソフトを舐めてんのか。いや、こら、美女ばっかだ、レベル高え。ここがお嬢様の楽園か。オールナイターズよりレベル高えじゃん。足に触るな。もみもみマッサージやってます。もみもみ、もみもみマッサージしてます。ひどりやってます。手が離れたクリームを発生してます。中畑いかがですか。1年9組でやってます。ぜひぜひ来てください。今綿あめやってるんで、よければ食べてください。試食食べてください。あ、ありがとうございます。気をつけてください。ありがとうございます。来てください。
かっこいい。知ってますか、彼女たちはこの学園祭で気に入った男子にバージンを捧げるんですよ。バージン。はい、それがこのアリスの伝統なんすよ。メルトン参加券あと1枚です。なんだあれ、知らないんすか。アリス女子学園祭の名物メルトンすよ。メルトン参加券奪い合ってんすよ。まあ競争率半端ないんで普通にナンパしましょう。よし、リュウジ行くぞ。栄吉さん、リュウジさん、お前まこと、この鬼爆ってのは俺らよりも強いんか。ありえねえだろ。だよな。それではお待たせいたしました。おー、ご対面どうぞ。今日は何組のカップルが出るのか。俺は決めたぜ。俺もな。いいよ、使い。ん？どうした、使い。いや、今日いつもと雰囲気違うなって。まあちょっとね、雰囲気変えてみたんだ。いいよ。おいしい。うん。ねえ、文化祭どうだったの？どうせスカなんだろうけどさ、聞いてやるよ。これだからヤンキー女。おい、リュウジ君、この女に伝説の文化祭の話を聞かせてあげなさい。うるせえ、この野郎！二度とその話するんじゃねえ。告白タイム！はい、誰の前？槍田愛菜さんです。槍田さんの前だ。うわ、また愛菜ちゃんの明るい笑顔が見たいな。よろしくお願いします。ちょっと待った。出た、ちょっと待ったコールだ。初めから決めてました。お願いします。アイナちゃんはどっちも選ぶ。まあ、一体どうですか。なんでてなわけでよ、この栄吉様にアリスのお嬢の彼女ができちまったってことよ。バカじゃないの、どうせ遊ばれてるだけじゃないの。はぁ、まあ、バカバカ。なん、まあ、アイナお嬢様だぞ。お前みたいなのと一緒にすんじゃねえよバカ。うるせえよ、私の何を知ってるっつんで。つかそれ私の手作りサンドイッチじゃ。何勝手に食べてんの。何それ。塩辛納豆生クリームサンド。うん、俺は好きっすよ、これ。あ、俺は無理だ。おい、うるせえよ。ちょっと、これもう一個じゃ食べてくれよ。何これ。あんこ梅干しおにぎりサンド。梅干しとおに、どういうこと。いや、無理に決まってんだろ、それは。なんでだよ。もう行くわ。じゃあ、俺はこれでデートがあるんで。デート、デートだと、こら。おい、エクチュー、おい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 、そんな焦らんでくださいよ。噂じゃ今日、南野陽子って新しい教師が来るらしいっすよ。
おっす。どうしたのこの車。アイナちゃんのために近所のアンちゃんに借りたんだ。今日アイナちゃん学校早く終わるって聞いたからさ、横浜ベイブリッジ行こうと思って。横浜ベイブリッジ初めて。嬉しい。よかった、喜んでくれて。うん、でも大丈夫なの？高校生なのに運転しちゃって。うんうん、大丈夫大丈夫大丈夫。てか俺くらいになると免許いらないんだよね。すごいね。お邪魔します。よいしょ。かっこいいね。だろ。永吉くん。ん？私男の子と付き合うのとか初めてだし、大切にしてほしいの。当たり前だろ。一生大事にしてくれる？うん、約束ね。ああ、じゃあ行こうか。いきなり何飛び出してんだ、おら。迎えに来たのか、わかんねえのか。あ、何だと思う。強さを。俺が今日から一年の生活指導を担当する、南野。陽子だ。この親父が南野陽子か。お前らバカにしやがって。こいつは女子校の前で無免で女乗っけてチャラチャラしてやがるし、今から俺様の厳しさを教えてやる。手荷物検査だ。カバンを机の上に出して両手を頭の上に上げろ。いいか、生徒は教師の言うことを聞いてりゃいいんだよ。それで秩序ってもんが学べるんだ。それとだ、明日までに全員学校規定の髪型にしてこい。わかったな。今夜は決めるぜ。グッバイチェリーボーイ。座って。両親帰り遅いから。ゆっくりしてね。すげえ家だな。お父さん何やってんの？自営業かな。自営業？永吉くん。俺まだ心の準備が。約束覚えてる？約束？一生大事にしてくれるんだよね。うん。
うん、大事にする。本当嬉しい。あ、今お前をこの腕に抱きたくて、oh, 切ないよ、oh, 会いたい時がどれほど辛いかと問いかけてた。一人きりの夜ならばパパに乗って、パパ。去年産んだんだ。ほら、新しいお父さんだよ。一生大事にしてくれる優しいパパですからね。あ、俺今日塾だったわ。うん。ただいま。ただいま。お、今帰ったで。おかえりなさい。お、友達か。父さん紹介するね。今度この子の新しいパパになってくれる栄吉くん。ほんまに、やっぱりめでたいやんか。こんなシュッとしたかっこいいやんか。よかったぞ。栄吉くん、さっき言ったよね、パパになってくれるって。君、ほんまにそんなことを言うてくれたんか。あかん。いや、言ってないです。何やと、踊れ、わしの娘をたぶらかしとるか。ほんまや。あ、あ、ほんまや。殺す、ほんまや。絶対殺す、ほんまや。絶対殺す。いつもこうなんだよ。役者の娘出だしてただで済むと思うなよ。ほんまやで。いい髪型になったな。え、しっかり立たんか。しっかり締めとけ。カバンチェックだ、はい、風。よし、次風。え、風。おい、なんだこれ。え、なんだこれ。知り出せ、知り出せ。え、すいません。下げろ。よし、いいか、こんなもんな、100年早いんだよ。ああ、南野さ、男性とか引っかかえたら誰が来たんや。そうだよ、そうだよ、よし、次。お、なんだ、伊藤のことが好きなのか。返しちゃいください。クズの分際で勉強もしねえで不純異性交友か。おい、てめえそれでも先行かよ。使いに謝れよ。よし、こいつが授業サボって女と乳くりやったのはお前ら全員の連帯責任だ。明日までに全員坊主にしてこい。分かったな。
もう我慢できねえ。おい、リジ。おう、リミッター外れちまったよ。なんだと？教師をなめ腐りおって。お前らのようなクズが、この国をダメにするんだよ！分かってんのか！うわぁ、やめろ！やめろ！てめえみてえなクソ野郎が教師とはな。俺が先行になった方がまだマシだぜ。いつまでも古くさいこと言ってんじゃねえぞ、俺！君たち！教師に何をやってるんだね！退学だ！退学だ！校長先生、二人は俺を助けようとして。我が子に不良品が必要ありません。待ってください。その子たちに罪はありません。校長先生、南野先生のやり方がひどかったんです。私たちも見てました。しかしね、教師に暴力を振るなんてね。だったら教師の暴力は許されるんですか？クズだなんて言葉の暴力は。こういう教師がいるから子供たちの居場所がなくなるんです。ゆみちゃん、彼らを退学にするなら私も辞めます。私も。ゆみ先生最高！エキチさんがどれだけすごいか知ってるか？知らねえよ。じゃあ聞けよ。何でもいいよ。いいからいいからいいから。興味ない。いやいや、エキチさんが中学の時な。なんだよ。いいから。はい、嬉しい。あ、ママさん、レスカ2つ。あよ、レスカじゃん。えよ、その時エキチさん一人で突っ込んでって片っ端からボコボコにしたらしいって話だよ。もうマジで強いんだからよ、あの人は。ほんと英吉のこと好きだね。うん、まあな。ガキの頃から憧れだったんだよ、あの人の半端ねえ強さにさ。まあ女の子には喧嘩なんていくら強くても関係ないけどな。強さよりも優しさだな。優しさ。ないと。お前も英吉さんのこと好き。おい、あ、めっちゃついてんじゃねえよ、目障りなんだよ。やんのか。あっ、だてめえ、こらこそ、なんだよ、なんだか、これやってんじゃねえぞ。殺す。やばいよ、エキスたちに知らせないと。余計なことすんな。俺だって不良の足くれなんだよ。南野にバックドロップなんてマジで最高っすよ。なあ、めっちゃかっこよかったっす。まあまあまあ、それはね。やめろやめろって言ってましたからね。お前だってビビってたじゃねえか。いやいやいや、鎌浦みたいな。渚で喧嘩だ、使いがやられてんぞ。じゃねえ、どうしてだよ。あいつらの名前出せば済む。
悪かったな、鬼爆さんの知り合いとか知らなくてさ。おい大丈夫か。ほら治療剤。今日のことは内緒にしといてくれよな。おい、俺は一人じゃ何もできねえんだな。お前のこと好きになる資格もねえわ。はい、お前ら鬼爆の立ち会って大丈夫か、スカイ。なんだお前、やられちまったのか。触んなよ。誰もがあんたみたいに強いわけじゃないんだからね。ね、誰もがあんたらみたいにかっこよく生きられないんだよ。俺はこのバカ野郎。平吉さん、あれ あいつら鎌倉の狂犬。不安な自分に微笑みかけては唇噛みしめた。綺麗に収まった生き方じゃ物足りない。傷つきながらも自分で歩くよ。凍てつく氷もいつしか溶けるだろう。生きていざ行く。